手で押さえつけないと包丁で野菜も切れません。大阪府島本町に住む前田芳恵さん。長年、手の震えやしびれなど、いわゆる慢性水俣病の症状に苦しんできたといいます。片手だけだったらこんな状態になるので、あの置けないから両手でこうやって、あの。 ここならここっていうふうにしないと震えを止めるためになるべく体にくっつけて15歳の時に集団就職で大阪に来るまで前田さんは鹿児島県阿久根市で生まれ育ちました食事の中心は魚介類でした魚を食べただけなんですよね,ね魚を食べただけなのにこんな体になった 手だけじゃない。体全体がガクガクなんです。だから声を出すのもものすごくしんどいんです。これ力入れて喋ってるんです。メチル水銀に汚染された魚介類を食べた人々が発症したミナマタ病。2009年に成立した特措法で救済措置が設けられたものの、地域や年代の線引きで申請を却下された人や、 情報不足などのために期限までに申請できなかった人が多くいました前田さんも医療機関で水俣病と初めて診断されたのが10年前のことで申請期限に間に合いませんでした前田さんら慢性水俣病の症状があるのに救済から漏れたおよそ130人は国などを相手に公式の患者認定や賠償を求め順次提訴 去年、大阪地裁は原告全員を水俣病に罹患していると認め、国などに賠償を命じる原告全面勝訴の判決を言い渡しました。しかし、願いも虚しく国側は控訴したのです。本当に死ぬのを待ってるのこうやってまた交際でねこれから戦っていかないといけない。また何年かかるんですか見殺しにされてるって言っていいんじゃないかなって。 そししてきょう大阪高裁で2審が始まりまりた。国などは原告らが医療機関で水俣病と診断される根拠となった共通診断書の信用性は疑問があるなどとして一審判決は誤りだと主張一方で原告側は画期的な一審判決に続いて水俣病の真実について的確な判断を求めるなどと反論しました。 次回の裁判は12月の予定です。